はい、トールのアニメ感想キーバーです。日暮らしの泣く頃にの10話を見ましたので、えー、その話をしていきたいなというふうに思います。お断りとして、これは解説動画とかネタバレ動画ではありません。えー、日暮らし5をですね、まあ単独にね、アニメで初めて見て、まあ個人的な感想と勝手な考察を述べるっていうね、えー、そんな感じになりますで。まあ先の楽しみがね、減ってしまうようなネタバレコメントに関しては、できればご遠慮いただければと、そんな感じのことを思います。はい。 えー、まあ、自分はその旧作をね見ていないんでそのこの世界ねいろいろ繰り返してるみたいなんですがまあ旧作とのね比較的な、えー、こととかですねあとまあこの日暮らしの泣く頃に号においてはまだ明らかになってない設定とか出てきてない用語、えー、そういったものを使ってのコメントはご遠慮いただければとそんな感じのことを思いますであとまあ旧作を知ってるから、まあ、この部分重要だよみたいなねそういったものの指摘に関してもまあご遠慮いただければとそんな感じのことを 一応、コンセプト的には、アニメ5からあのこの作品をね入って、それをフラットに見て、旧作がね知らなくても、日暮らしのねファンをね増やしていけるっていう、そういう感じのこう一番低いハードルのえ動画にしていきたいなというふうに思っていますので、ネタバレとかね全然嫌なんやけど、でもこうアニメの感想をね面白いから共有したいよっていう人でも、安心して見れるような、そんな感じのチャンネルにしていきたいなと、そんな感じのことを思っています。 はい。なんで、まあ、ああの、旧作のね、知識とか視点とかを入れずの、 入れずにの、ま、感想とかね、考察のコメントはね、どんどんね、募集ですので、よろしくお願いしますね。えー、ま、もし、旧作要素を含めて、ま、その、語りたい場合は、YouTube の方やったら、あの、ネタバレ要素ありみたいなね、そんな感じの注意書きを最初に入れてもらって、コメントしていただけたらと思うんですけど、一応、ネコニコの、ニコニコ動画の方に関しては、ま、旧作の、え、話に関しては、え、入れずにですね、ま、アニメ号に関しての、え、まあ、視点だけで、話してもらったら嬉しいかなと思います。 といいう,うに思っています、えー、ではね、えー、やっていきましょうか。まあ、今回はですね、まあ、要するに、たたりだまし編のね、2っていうところで、えー、言ったら、こう、たたりだまし編は、ホラー要素がほぼないっていう、えー、そういう要素でしたね。はい。えー、ファンタジー的な、えー、色合いが、ちょっと顔を出したんですけど、それでもまだホラー要素はないっていうね。えー、やっぱりこう、それぞれのね、えー、鬼だまし、綿だまし、たたりだましってね、全然違うテイストで、ね、楽しめてるな、というようなことを思っています。 で、まあその上で若干こうファンタジー的なね、えー、視点が加わっていることによって、まあ何気ないね、描写の中でも、まあそう他の話との違いは何だろうってね、えー、探していくことができて面白いなというふうに思いました。えー、まあじゃあちょっとね、えー、内容についてね、話していこうかなというふうに思います。 えまずですね、えー、全体のストーリーとしてえ見ますとですね、まあ、その、里子が、その、まあ、本当に里子の話だけがね、書かれたっていうね、えー、そういう回なんですけど、えー、前回のまあキャンプ、バーベキューキャンプの次の日から入るんですけど、まあ里子がね、遅刻してくるっていう、そういう流れですね。 はい。えー、どうやらおじさんが戻ってきたらしいって何とかしないとっていうところで、えー、みんながう往左さをするっていうところですね。で、まあ、6月14日に関してはもう先生に相談して先生が家庭訪問してくれたりっていうふうに、えー、してる話ですね。まあ、これも6月14日、鬼騙し編についってはですね、雨が降っただけの日やったり、えー、それから綿し編の場合はですね、カレーを作ったりしてるわけですよね。 はい。そういったところで書かれているんですけど、どうやらそういう感じじゃなかったっていうところで、全体的な世界観を見る上でも結構ポイントとなる日やったのかなっていうふうに思いますね。はい。雨は降ってなかったように見えますからね。 で、え、6月15日、佐子はね、投稿してきたんだけど、えー、どうも様子がおかしいなってね、そんな感じですね。えー、自分たちの気優やったんかなってね、そんな雰囲気がね、ありつつも、いきなりこうね、えー、日常はぶっ壊れてしまうっていう、そういうところですね。はい。いや、いやいやいやえ、富武さんまだ出てきてないのにってね、そういうところですね。ちょ、富武さん仕事してっていう、そういう感じですよね。はい。 で、まあ、その、感想としてはやっぱり予想以上に里子にフォーカスされていたなっていうところがあります。えー、前回のミヨン編、まあ、ミオンにおける、まあ、綿し編とか、まあ、レナにおける鬼し編っていうのは、基本的にはこの、まあ、村にまつわるですね、まあ、怪事件ね、怪、まあ、おかしな事件だとか、村にね、まつわってるこのたたり的なものですよね。えー、そういった話を絡ませての話だったんですけど、 うん。たたりだまし編をここまで本当に里子にのみフォーカスしてるってね。えー、そういう部分です、えー。これはその要素として、前回までである程度こう、たたりについての話とか、事件についての話の掘り下げをしているからこそできた構成っていうところで、えー、やっぱりこう、うまい構成してるなっていうふうに自分をね、思ったんですけど、えー、どうだったでしょうか。逆にまあ、里子についてフォーカスがね、あまりにもされているんでね、なかなかちょっとね、辛いものもあったんですけどね。 はいえー、そんなわけで今のところこう里子の幸せをみんなで願うヒューマンドラマ的なとこですね。で違う世界線、えー、まあその サトコを救い出すために、ケイチが動いたっていうね、そういった世界ね、パラレルワールド的なものの、残、えー、死みたいなものね、えー、記憶的なものがケイチ、ケイチ側にね、えー、夢を見せたのかなって、それともこれは予知夢的なものなのかなってね、えー、そういう感じの、まあ、ファンタジー的なね、側面がちょっと出つつもですね、今のところ普通にヒューマンドラマ調でね、進んでるわけですよね。はい、えー、どこへ行くんだこの話はっていうところですね。 で、えー、やっぱりこう思うのはこれですよね。大石刑事の印象がまたね、えー、違うわけですようん。これはやっぱりね、面白いですね。あのー、まあ、最初の時って、大石刑事ってどちらかというと、その、普通に純粋に、 あの、事件について調べてるっていうところで、言ったら、ケイチと志を非常にこう、同じくするものだったわけですね。だから、ケイチと、まあ、信頼関係的なもんじゃないんですけど、協力関係を、うん、結んで、一緒に事件を追っていこうっていう、そういうスタンスができていたわけですよ。で、えー、まあ、渡魂編に関しては、ケイチが今度は悪人側サイドだったわけですね。えー、つまり、刑事から言ったら、こう、追われる側っていうね、えー、まあ、 本当はそうじゃないんですけどね。はい。ケイ側に後ろめたいことがあったからこそね、ケイジからはね、逃げようというスタイルになってしまっていたわけですね。ここ若干こうボタンの掛け違いはあるんですけど、そういうスタンスやったわけです。で、今回は何かっていうとですね。 え、言ったら、ま、児童相談所とか警察は、ちょっと不信感を持ってる、ひなみざわサイドの人間として、え、ね、え、ま、あイ一も、ま、警察に対してちょっと不信感を持ってる感じで話が始まるわけですよ。うん。で、やっぱりこの書き分け面白いなってね。 今度は完全に南側についている、あの、南沢側についているケイチとケイジっていうところですね。一番こう印象が大きく変わっていってるのが、この大石ケイジなのかなというふうに思いますね。すごいうさんくさく見えましたね。しかもなんかこう、印象も悪いっていうところですね。 はい。で、まあ、この、日暮らしの泣く頃においては、なんていうか、アニメの演出として、ね、印象がだいぶこうね、誇張表現されていたりだとかですね、えー、するっていうのはね、実際今までもね、あったので、大石家自体がですね、ガラッと性格が変わってるわけではなく、やはりここは見え方の問題なのかなって自分は思いました。はい。で、ホラー感はね、あまりないんですよ、言ったように。ね。 でも、ホラー感はないんやけど、ホラーじゃないのかなっていうと、ま、それとはちょっと違ってですね、ホラーとは違うんやけど、すごく奇妙な肌触り感が、えー、あったんじゃないでしょうか。ヒューマンドラマだった場合、最後のサトあの,里子の、サトコのシーンに関してはですね、サトコをもっとかわいそうな存在みたいなね、感じで書くと、書くんだとね、思うんですけど、今回のサトコに関してはですね、 BGM 最後ね、流れなかったんですよね。今までの日暮らしの、その、まあ、言ったらこう、ここは不穏なシーンですよとかね、ここは怖いシーンですよとかですね、えー、なんか、ここは辛いシーンですよっていう時には、音とかですね、まあ、アニメーションとともに音楽を使う、BGM を使う、SE を使うことによってですね、えー、その金、まあ、感情、こっちの感情がね、どっちに向かうかこう、誘導してくれてたんですけど、今回、さとこが、その、 暴れるシーンというかね、トラマを踏んでね、情緒不安定になってるシーンで、もうすごく取り乱してる里子にですね、寄り添うっていう姿勢にはなかなかならない感じでね、こう演出されてたような、そんな感じのことが、えー、自分は思いましたね。苦しんでるんやけど、頭を撫でようとして拒否した里子が苦しんでるんだけど、なんか、その、助けてあげよう、 抱きしめてあげよう、寄り添ってあげようというよりは、その、どうしていいのかわからない。これは何なんだろうっていう、そういう空気ですよね。うん。だから、佐子がこれは何をしているのか、どういう状態なのかってね、精神的に何かがあるようにも見えて、でも、日暮らし的にね、それがね、演出として書かれてるっていうね、そういうようにもね、見えるんでね、こう、 サトコ自体に対する奇妙な肌触りが残ったっていうね、そういう感じですね。その、ただかわいそうな存在という肌触りではちょっと自分でなかったなっていうふうに思いましたえ。特にですね、てっぺいさんがですね、あの、おじさんですね。おじさんが、その、先生に対してまあ言って凄んだりはしてるんですけど、おじさん自体今のところ別に変なところはないんですよ。あのー、 それはまあこの先見てくると見え方変わってくるのかなっていうふうには思うんですけど、おじさま自体のその目的も見えないから、今のところ何とも言えないっていうのが、うん、今の視点ですよね。だから、里子側に何かこう、引きがあるとかね、里子がやっぱり今でも嘘をついていたり、演技をしていたりっていう可能性がね、普通にあり得るんじゃないかなってね、えー、思えてしまう、えー、そういったところですね。はい。えー、だからそこの肌触り感がね、悪く終わったのがね、逆にいいなと思ったんですよ。なんかこう、里子に対して すごくね、気持ちを乗せて、サト子を救ってあげないとっていうようなところにこう、持っていってないんですよね、今回の話。まあ、少なくとも自分はね、ねサト子大好き人間ではあるんですけど、そういうふうにはならなかったんで、まあ、皆さんのね、感想も教えていただければと、そんな感じのことを思うんですが、で、ただ、それに対して、まあ、里子に対するなんかこう不、不穏な感じ、不信感が募ったかっていうと、全然そんなことはなくてですね、 えー、特に今回やっぱりこう注目すべきはですね、えー、主要キャラ3人が全員トコのことを考えてる。まあ、ケイチは当然なんですよね俺。俺たちの仲間だって言ってたんでね。だから主,要主要キャラ4人が全員心がね、トコに向けて統一されてるっていうところですね。今まではこれはね、ちょっとね、やっぱりね、なかったことだと思うんですよ。うん あの、折り騙しにおいては、ミヨンはレナのことをこう気遣っていたりだとかですね。えー、逆にこの、その、綿騙し編に、まあ、関してはですね、まあ、ミヨン周りのことがね、話がされていたりだとか、ミヨンがね、サト子を気遣っている様子とかがあったりはしたんですけど、あの、今回においてはですね、すべてのキャラクターがですね、本当にこう、真剣にサト子のことを考えてね、気を使ってですね、えー、気を回してくれてるっていうところですね。 はい。えー、これはね、本当にね、いい構造になってるなと思って、とてもその点においては一致されているところが気持ちいいですね。えー、言ったら、こう、渡魂編とかにおいては、なんかこうね、なんていうかこう、レナは完全に蚊帳の外やったね。蚊帳の外レナさんっていうね、えー、そういう感じやったり、まあ、それこそ、入れ替わり疑悪のね、ミヨンさんがイタリアとかですね。 うん。あとまあ、なんかこう、レッドアイズブラックリカちゃんというか、なんかすごいね、怖いリカちゃんがいたりアとかで、えー、気持ちが結構バラついてたんですけど、少なくとも今回は、 4人の気持ちは1つになってるっていうところは大きなポイントかなというふうに思いましたね。はい。えー、そんなわけで,ですね。まあ、自分はね、こう、日常の破壊者、富武が出てくるまで日常は破壊されないと思ってたんですけどね。いや、鉄平さんも日常の破壊者やったんですね。はい、知らなかったですね。えー、そんなわけで,ですね。まあ、やすやすと日常は破壊されちゃったわけですよ。で、日常のね、破壊の表現っていうんですかね。うん、なんていうかこう、 その、自分的にはこう、富武が出てこなければね、誰も死なない的なね、そういう感じなのかなっていうのを思ったりもしてたんですけどね。うんその、綿ま支編においてもね、なんいうか、明確な悪意っていうかね、敵がいるっていうね、悪いものがいるっていう存在をね、こう、明かされているんでね、言ったらこう、気持ちよくこう、ヒューマンドラマで、里子幸せになりました、めでたしめでたしをね、してくれなさそうにね、えー、そういうふうに見えるわけですよね。なんか、それだけでちょっとこう、心がざわつくというか、そういう感じですね。 で、えー、突然こう日常が破壊されてしまうっていうところなんですけど、やっぱりこう、その、里子の幸せを願うことしか我々にはできないっていうね、そういう感じですよね。う まあ、特にその前回めちゃくちゃこうたくさんケイチがサトコを撫げ、でる表現がめちゃくちゃ多かったんですよね。何回もね。で、それに対してのこうサトコのまあ反応もね、とても良い可愛らしいものやったんですけど、えー、今回おそらくまあ、あの別の原因もあるのかもしれないんですけど、それがこうトリガーになってしまったというか、えー、スイッチになってしまったっていうところでね、えー、ケイチもびっくりしてしまうわけですよ。 ね。えー、寄り添っていた表現が、その爆弾のスイッチを押してしまうなんて思わないんですよね。で、まあだからこそ、里子に対してこう寄り添ってあげないとっていうね、えー、苦しんでる里子を抱きしめてあげないとっていう気持ちにはならずにですね、本当にどうしていいのかわからない状態っていうところで、えー、物語がね、続くってなるわけですよね。いや、本当にね、いや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 、<laughs> えー、そんな感じの、ね、ことを思うわけですね。 このあたりのこう肌触りのね悪さっていうのはとても絶妙に作ってるなっていうところに思いますね。そしてまあ実際にリスクもあるのに帰ってきたてっぺいの目的はって感じですよね。なんか 今回、俺がたたりのイケメンになりますって言ってね、戻ってきたんやったら、それはそれでね、いいんですよ。ほんで、富武が仕事しないからね、まあ、俺が出るしかあるまいな、みたいな感じでね、出てきたんやとすればね、えー、それはそれでね、いいんですけどね。まあ全然良くないんですけど、えー、そんな感じで、なんでてっぺい戻ってきたのってね、よりにもよって渡魂、渡流しね、祭りのこう、 その直前に帰ってくるっていうのをね、もう完全に死亡フラグ背負ってやってきている感じなんですけど、えー、このあたりが本当にね、気になるところっていうところで、なんか、ヒューマンドラマは順当にこう進んではいるんやけど、えー、裏にあるものもなかなか考察が進むっていうところで、やっぱりこう作りがうまいなというふうに思いました。はい、そのところですかね。はい、皆さんの感想も教えていただければと思います。 はい。えー、では、ま、ここからはですね、まあ、ちょっと具体的な話になってきますので、えー、ま、特にね、えー、ニコニコのコメントにおいてはですね、まあ、旧作の視点の話とかですね、えー、旧作用語的なものをね、お控えいただければというふうに思います。で、まあ、一応ね、えー、再度確認しておきますね。 はい、えー。じゃあ部分的なところね、一っい、いきたいと思いますね、えー。まあそのね、僕の見落としのね、だいぶ多いと思うんで、<laughs> またね、教えていただければと思うんですね。アニメで確認できるところで見落としているところをね。えー、まあそれはそれとして見ていきたいと思います。まず、やっぱりこう、里子に対して、こう、ちょっと不穏なところはあるよねっていうところが今回書かれたと思う、大きいと思うんですけど、 言ったら、まあ、その一番、まあ、里子はもともと母方の連れ子やったっていうところで、言ったら、こう、鉄平さんとの血のつながりは一切ないっていうところになりますね。で、えー、まあ、その、 最初に虚言を言った、ね、嘘をついたことによってですね、佐藤子はすごく立場的に、えー、悪い状態になっているっていうところになってきます。まあ、これももちろん本当にその嘘やった可能、嘘じゃなくて本当やった可能性はね、あるんですけど、うん、このあたりはまあ一応、芯としてね、ミオンの言ってることを芯として見たらいいと思うんですけど、まあ、ミオンがあまりにもこう、いろんな事情をね、察しすぎてるんですけどね、児 <laughs> 童相談所がどう動いたかっていうのを次の日には把握してるミオンさんすごく怖いんですけど、えー、それ,はそれ それとして、聡、えーまあまあ、子の言ってることも真実であるとは限らない。で、えー、その要素が入ったからこそ、まあ、今回の聡子が最後に暴れたところもですね やや動きとしては若干こう不自然さが混じっている部分であって、まあ、その子供の演技でこんな吐いたりね、涙流したり震えたりってところをそこまでできるかっていう部分はかなり微妙やとは思うんですけど、それとは別にこう、里子自身がそう思い込もうとしていたり、えー、勘違いしていたりだとか、認識がおかしかったりだとか、精神的にこう、他のところでね、追い詰められているので、えー、言ってることが全部正しいと限らないみたいな、 本当にこう、割れ物に対してね、えー、触れなきゃいけない的な感じで、こちらがね、見させられている感じ、えー。そうですね。ただ単にこう、寄り添ってね、このサトシみたいにね、抱きしめであげればいいっていう状態ではもう、サトコはなくなってしまってるのかもしれないっていうところが、やっぱり怖いですよね。うん で、えー、突然こう破壊される日常ではあるんですけど、うん、このあたりもなんていうか、本当にただおじさんが帰ってきただけで、もう、なんというかこう破壊されてしまうっていうところでは、いや、なんかその、ちょっと前までとても微笑ましくあったものが、本当に一瞬でぶち壊されるっていうね。いや、びっくりしますよね。まあ、あ富たも多分びっくりしてると思うんですけどね。うん、えこんな 感じで、壊れちゃうんやっぱりこう、鳥にト,トラウマ的なのか、演技的な部分も入ってるのかっていうところが、えー、一応こう、睨んでおかなければいけない、えー、描写としてね、いやこのあたりのね、肌触りのね、悪さがね、とても絶妙だなというふうに思いました。これは言ったら、こう、たたりだまし編が終わってしまったら、味わえない肌触りのね、悪さなのかなっていうふうに思いましたね。 で、えー、BGM 最後ね、使わなかったのもね、良かったですね。こう、不穏な感じの BGM を流したりだとか、逆に、里子が本当に被害者としてね、えー、悲劇の存在として、まあ、この、見てる分がそう思うような BGM を流せたと思うんですけど、本当にこう、質感的な肌触りをね、悪くするね、そういう演出ですね。はい。えー、そんなわけで、自分はあまりこう、里子にね、このタイミングはね、これ、寄り添っていいのかどうなのかわからなくなるよね、えー、そういう感じですよね。 うん、なんか、教室にいるみんなと同じような目線で、里子を見えていたんじゃないかなと自分は思いました。はい。えー、そんなわけでね、自分は結構ね、里子に対するね、えー、肌触りの悪さ。これが、里子を疑うっていう意味ではなくて、里子自身は本当に追い詰められていて、えー、きついものがあってですね、で助けてほしいというか、助けてあげなきゃいけない存在っていうのはわかるんですけど、えー、それでも、こう、存在ね、ある、 なんていうか、こう、すぐには手を触れられない。すでにすぐに触れるわけにはいかないようなね、えー、そういったね、肌触りの悪さを感じたっていうね、ところでしたね。はい、えー、上手でしたね。まあでも、見ていて辛いっていうのはね、本当に見ていてね、辛い。えー、そんな話でした。 で、まあ、里子周りについて、まあ、触れておいた方がいいのか、良くないのか分からないんですけど、一応触れておく要素がね、いろいろありましたね。今回、その出来事的にはめちゃくちゃ少なかったんですよ。言ったら、里子周りの話が出,出てきただけなんで、考察点もね、少ないと思うんでね、せっかくなんでね、触れておこうかなと思ったんですけど、ね、えー、里子と風でね、あの、休んでましたってね、これ本当に風やったの、どうなったの、どうだったのっていうのもね、あって、普通に風のね、パターンもあるとは思うんですけど、まあ、風といえば、あの、入江先生が、あの、まあ、入江監督が、まあ 診療所の先生やったったてね入江診療所って入江監督は息子とかじゃなくて本当に先生やったんかなってね。でって考えると入江診療所の,、まあその高野さんもそこにいるっていうところで登場人物たちがつながってきた感じが、ね、しますよね。はい、でまあそう考えるとその鬼だまし編の裏であったことっていうのもちょっとなんかこう想像すると楽しそうですよね。 はい。えー、言ったら、こう、20、23日には閉鎖されてましたからね。閉鎖っていうか、まあなんかこう、うん、改装されてましたからね。<laughs> 気になるとこですね。で、鬼騙し編であった、その病気要素っていうものが、いろいろあるのかなっていうふうには思いますね。えー、首が軽い、かいって言っていたり、なんかね、流行してる病みたいなのがあったりするのか。ね、それから、あのー、 まあ言ったら、リカちゃんの、その、ね、両親が奇病で死んだっていうのも、まあ、病気要素ではありますよね。えー、病気とか風邪とか、そういったもののね、えー、流行りとかも、あの、一応考察できる要因なのかなとは思いましたけど、ね、まあ、いいのかなというふうに思いました。 あと、風邪ではないんですけど、やっぱりこう病気病要素としては、えー、おじさんが薬をもらっていたこととか、佐藤子の精神状態がやっぱりね、おかしくなってしまっているというところは、えー、抑えておかなければいけない、えー。そういったとこかなというふうに思いましたね。えー、どう繋がってくるのかは、は多分ね、おじさんのこう意図が見えるまでは、あの、推理する必要もないかなと思っています。 ただ、風回りでやっぱりこうね、え喋、ー、ってたんですよね。言ったら、鬼騙し縁の時から。えー、まあ、鬼騙し縁の4話において、まあ言ったらこう、圭一がね、えー、風邪だ、みたいなことを言っている時にですね、佐藤子はですね、風には縁がないってね、言っていたわけですね。はい。まあなんていうかね、えー、バカは風邪引かない的なニュアンスがね、入ってきてそうな感じがあって、あれなんですけど、えー、言ったらこう、まあ 少なくとも鬼魂編の里子は風邪なんかひきませんわって言っていたことになりますからね。えー、一応健康な子だったっていうところで、えー、言ったら今回ね、畳み編の 本当に風邪やったのかっていうのはちょっと怪しく見えなくはない。あとまあ、風邪関係についてはですね、えー、5話にですね、まあ、これリカちゃんがですね、うん、あの、言ったらこう、サトコが、そのミヨンさんなんか顔が赤くてね、えー、風邪ひいたのみたいに見えますわ、みたいに言ってる時に、まあ、リカちゃんがこう、風邪をね、ひけるようになりますよってね、えー、慰めてくれてるんですよね。<laughs> これは、あのー、 言ったらこう、ミヨンはケイチに対してちょっとこう、恋的なね、えー、ことをしてて、顔が赤くなってるのをですね、まあ、大人、まあ、中身はちょっと大人なリカちゃんがですね、さとこも言ったらこうね、恋を知る年頃にもうすぐなりますよっていうようなことを言ったようにも見えるんですけど、もし四話の発言を覚えていたんやとするとね、 はい、えー、まあ、なんていうかね、<laughs> はい、あのー、賢くなったら風邪ひけるようになりますよ、的にそういったね、えー、ちょっとずれたね、えー、毒舌リカちゃんにも見えるっていうね、えー、そんな感じですね。で、今回も風邪が治ったから投稿してきましたよってね、そんな感じのことを言っていた佐藤子を、まあ考えていくとですね、うんなんていうかこう、 時系列の示唆にもなってるのかなまあ、時が巻き戻ってるんでね、時系列というよりは、まあ、出来事の順序立ての示唆にもなってるのかなとまあ、すなわち鬼魂し編の後に渡魂し編が来てるように見て問題はなさそうだなってね。えー、そして渡魂し編の後に、まあ、たたれ騙し編が来たっていう風な見方も、ま、あまあ、あ あの、わからなくはないなってね、そんな感じのことを思いますね。はい。えーまあ、このあたりはあんまりこう、重要ではないと思うんですけど、風にまつわるエピソードがこんなにね、いろいろ出てくるとですね、ちょっと気になってしまいますね。はい。あと、まあ、理科に関してのね、えー、話ですよね。えー、言ったら、こう、前回から唯一、こう、ちょっと違う視点から見ている理科ちゃんです、なんですけどね。ただ、先生と対峙した時にですね、 なんかこう、あなたはその情報誌って何ができるの的なことをね、えー、言っていたんですけど、この喋り方と言い回しは何というか、2話の冒頭に出てきた理科っぽいですよね。うん、落ち着いた喋り方で、えー、こういった形ですね。この理科ちゃんは何理科ちゃんなんだろうってね、えー、そんな感じのことを思いましたね。 で、あと、6月14日、今回ね、新聞出てこなかったんですよね。だから、これは何なんだろうってね、自分をちょっと思って。で、今回のね、話を兼ねて言うんだったら、その、その、本来の理科が見てない日付は、その日付が表示されないみたいな、なんて言うんですかね。そういう仕組みがある可能性がなくはないかなというふうに思って。まあ、つまり、日付の表示がないときに、その、 理科の、まあ、何理科なんかはわからないですけどね。えー、理科さんが、あのー、世界を認識できていない日は、その日付が、で日付のテラップが出ない。もしくは、あのー、理科が死んでいる時にその日付が出なかったようにですね。傍日ってなってたり、えー。そういったところで、日付と理科の関係がもしかしたらあるのかなとは思ったんですけど、ね、この辺はまだちょっとね、わからないですね。まあ、とにかく今回6月14日の新聞がね、出ていなかったんでね、それだけちょっと押さえておこうと思いました。 you <laughs> あと、これは多分ないというか、バカバカしいことなんですけど、こう、リカの口数が少なすぎるんですよ <laughs>。なんで、なんかこう、話せる文字数制限されてね <laughs>、ってね、自分はちょっと思ったんですけど、まっすぐにな、捨てた、あの、仮説なんですけど、つまり、あの、リカちゃんの話せる文字数、こう、制限されてたとするとですね、え、わだまし編の時の、あ、もうすぐ死ぬからここでいっぱい喋っとこう的な、あの、そんな思考やったのかなってね、思ったりはするんですけど、まあ、これはあく までもそのんバカバカしい仮説ではあるんですけどただ何ていうか理科の言葉数というか説明する言葉の量が少ないことに意図はあるのかなとはちょっとね思いましたねはいえー me だけで、えー、伝わるそういう話ですねでやっぱりここで思うのがなんか サトコに対してすごく積極的に思い入れを持って動いていることはわかるんだけど、でも誰かにこういうことをしてほしいとか、えー、そういった頼ろうっていう姿勢がね、あまりないっていうところなんですよね。えー、ここがやっぱり理科がどういう存在なのかっていうところの掘り下げになってるのかなと思いましたね。 え、まあ、K1 に対してね、うん、今のところ100点満点みたいな、そういう、こう、評価はしてくれるんですけどね。うん、なんか、お願いだからこうしてみたいなことをね、一切言ってないんですね。これはなかなか、こう、鬼騙し編から一貫しているので、えー、これはどういうことなんだろうとは思いましたね。はい。えー、ただ、この、なでなで要素が今まで自分はチェックしていたんですけど、これはなんというか、その、 リカちゃんが、ケイチをやったら撫でることによって、ケイチもまた、その、他の人を撫でるような動きになる。ケイチはリカとかサトコを撫でてるので、これってこういう、その、やりとりが流行るようにしてるのは、なんかサトコを気遣ってというか、うん、サトコの状態が常に分かるようにするために、これを流行らせてる的な、えー、そういう動きがあるのかなって自分は今回ね、思いましたね。なでなでは何の意味があるんだろうっていうところですね。 はい、えー。そんなわけで、まあ言ったら、こう、里子への配慮が尋常じゃないんですよ。他のキャラクターに対するね、えー、配慮とはね、段違いにね、里子を配慮しているリカちゃんですね。はい、えー。そんな感じのことを思いました。ね。だから、言ったら、こう、リカは、まあ下手なことをせずに、ケイチに何らかの役割をこう求めているっていうところは、本当な気がね、しますよね。うん。 まあそんな感じのことをね、思いました。で、里子のケアは結構自分がしたいと思っていたんやけど、まあ、ケイチがすごいね、あの、良い、ね、里子に対しては良い働きをしてくれてるところは評価してたんだなと。えー、そんな感じのことを思いましたね。いやー、リカさん大丈夫かなって <laughs>、そんな感じになりますね。ちょっとね、レッドアイズになるとね、怖いんですけどね。 はい。えー、あとですね。まあ、その、言ったら、こう、入江先生ですよね、今回ね。まあ、入江と大石の関係がね、かなり、こうね、険悪な感じだったっていうのがね。えー、やっぱりね、新鮮ですね。はい。あのー、里子絡みで、やっぱりね、大石に対する、こう、大石刑事に対するね不か、あのー、不信感がめっちゃ大きいんですよ。 で、入江先生がね、もともと大きいのはわかるんですけどね。今回言ったら、佐藤子のために、イ一は完全にこう入江側についてるというかね。そういう感じになっているので、大石さんに対するね、不信感すごく強いんで、大石刑事がすごくなんか得体が知れない感じでね、書かれてるんですよね。うん、これも絶妙のバランスでしたね。 はい。えー、そしてまあ、入江監督に関しては、入江診療所のお医者さんってことで、まあ、いいんかなっていうふうに思いました。で、学校って養護教育を立てなきゃいけないんですけど、田舎の学校においては、おそらくは、その、町医者のがね、えー、定期的に行って、そういった、こう、役割をね、担っているっていう部分があるのかもしれませんね。はい。えー、接がらいですね、なかなかね。で、えー、今回も書かれましたね、入江視点で、 まあ、入江視点で圭一に対して説明する場合のひなみ連続開始事件はこういうものだよっていうところですね。はい、えー。言ったら今までのまあ開始事件は全部偶然のことやのに、えー、それをなんていうかうね、結びつけようとする、えー、探っていこうとする、えー、大石側の方が不審な存在なんだよってね、えー、そういう視点からの話ですね。はい。 えなんかね、その、家に対しても大石に対してもですね、こう、良好な人間関係を保っていたシオンはなかなかすごいキャラクターだったんじゃないかなってね、そんな感じのことを自分をね、思うんですけどね。はい、仕事が多いですね、シオンさんね。出番ないのにね。 一応、ま、入江視点では、えー、事件に関しては偶然の重なり、そして大石のことをおや様の使いって言っている、えー、このあたりのね、なんていうかね、部外者な部外者に対して、つまり、敵対する部外者に対してこんな言い回し普通するかっていうね、えー、そんな感じのことを思いましたが、えー、ともかく、ま、敬一がこちら側についている時の視点としてはね、面白かったですね。はい。 えそんなわけでですね、里子についてこうフォーカスして物語を見ていたときに、まあやっぱりこう警察に対しては不信感が生まれるっていうところですね。えー、この辺りはね、面白かったですね。本当ならこう、里子のね、親の真相を知るために警察と協力できた方がいいと思うんですけど、なかなかそういうわけにはいかないっていうところで、ね、なかなか難しいですね。 えー、そして、まあ、ひなみざは連続開始事件に関しては、もうほぼ確定でいいかなっていうほど、しっかり話が繋がっていましたね。うん。要は、こう、ダムの、まあ、誘致派の夫婦が死んだのが、まあ、子の両親完全確定っていうところで、えー、子の、まあ、お母さんは行方不明状態っていうところですね。で、えー、ポイントとして、自分は前回、その、里子と、まあ、子は血が繋がってない可能性はあるんじゃないってね、えー、言っていたんですけど、まあ、今回はっきりしましたね。 うん、被害者宅の子供が、えー、いないって、ね、行方不明って言われてましたね。はい。被害者宅の子供ですよね。確かに、おじ夫婦の直接の子供ではないから、こういう言い方をしたんでしょうね。鬼騙し編においてね。はい。えー、そして、被害者宅の子供おそらく、サトシっていうところなので、あの、話としてはね、普通に繋がったなってそんな感じのことを思いました。 なので、まあ、世界ごとにおける、それら、これらの事件は、基本的には同一のものと考えて良さそうですね。えー、パラレルワールド説で自分はね、今見てるんですけど、うん、でもまあ、 あまり古い情報に関しては、あんま、なんかこう、同じ事件と見てもいいのかなっていうところですね。まあ、気になるところとしては、1980年のね、えー、まあ、言ったら、里子の両親が死んだ事件で、まあ、崖から転落したのか、濁流に飲まれたのかっていうね、えー、そういった部分に関しては、警察側での独自見解があるのか、ね。 えー、そんな感じのこと。それから、まあ、去年の事件に関しては、えー、おそらく警察側が隠してる事件、えー、隠してる情報があって、まあ、それで認識がちょっとずれてるところもあるのかなってね、えー。そんな感じのことを思いました。はい。まあ、これで各世界において事件、ね、過去の事件の内容が違ってくると結構きついものがありますからね。 はい。まあ、その他、まあ、考察できそうな要素もね、いろいろ残ってるな、残ってるし、まあ、今後、こう、埋め、埋まっていくのかな、とは思うんですけどね。えー、一応、k 一の隣の席、ずっと空いてますよね。うん、なんか、何かの世界線で、その、k 一の隣の席がね、埋まってたら楽しいのにな、と思ってるんですけど、なんか、そんな雰囲気はね、今のところないですよね。 はい。えー、ケイチが転校していくまで、あの、めちゃくちゃいい席が2つ空いてたってことですかね。あの、レナとミヨンが黒板めちゃくちゃ見やすいでしょうね。 <laughs> えー、そんな感じなんですけど、えー、どうなんでしょうね。うん、例えば、こう、前回の渡し編において、なんか、シオンがい,いないからこそ、その、悪気責になってて、えー、それ以外は、シオンが普通に学校に一緒に通ってる、そういうね、えー、世界が出てきたりするのかなと思ったんですけど、まあ、一応、ケイチのね、席の隣は、どの世界でも誰もいないっていうね、今のところになってますよね。 あと、お弁当に対してやだらとこう、フォーカスされていましたね。このあたりもこう、話つなげていくといいかなというふうには思いました。えー、とはいえ、今回のそのシーンではあるんですけど、その、さと今回、あの、お弁当ちゃんと横に並べていたので、なんかエンディングで縦に並んでいたのは、え、どういうことなのかなっていうのは、まだね、先の考察になるのかなと思いましたね。はい。 えまあ、その、レナのね、お弁当のね、おかずはね、みんなのものみたいなね、そういう風潮は大丈夫なんでしょうかね。はい。気になるところではあるんですけどね。いや、僕は、レナのお弁当、ね、フリーのおかずさ、そんな感じなんでしょうかね。気になるところではありますが、まあ、このあたりはね、みんなの普段のこう関係性から来るんでしょうね。 で、まあ、チエ先生も今回ね、動いてくれたっていうところで、えー、なんか、チエ先生のキャラクターに関してもちょっと見えてきたところがありますね。ちえ先生のも、まあ、机の上にですね、まあ、日本の伝承みたいなね、そういった本がかい置,い置いてあってですね、まあ、その伝承的なものを調べるっていう風習があるのか、まあ、渡流しっていう祭りに関してね、調べるときに本を持ってきたのかわからないんですけど、まあ、結構先生としては真っ当な先生かなというふうには思いましたね。 はい。えー、全然わかんないですけどね。えー、悪い大人として登場する話がね、出てくるのかもしれないんですけど、えー、言ったら今回、まあ、佐藤子のために結構迅速に動いてくれましたからね。はい。ね、おじさんにこう、怒鳴られてもちゃんとこうね、姿勢としてはね、えー、崩さずに立ち向かってくれていましたから、なかなかいい先生だなと思いましたね。はい。えー、なんでカレーの時にね、あの、 そんなんうこう、気配の入れ方が変わるのかわからないんですけどね。うん、いい先生じゃないのと自分は思いました。あと、まあ、ケイチの夢に関しては、やっぱりこの部分に関してファンタジー要素が入ってはくるんですけど、そういう意味では今回もあまりこう、そのファンタジー要素は抜いて考えてもいいのかなと。まあ、たたり騙し編に関しては、うん、こういうファンタジー要素はなしで見ていって全然問題なさそうですよね。はい。うん。まあ、その、 これがどういうことかっていうのはね、わからないんですけど、まあ、単純にその、里子を救うためにおじさんを何とかしようと思った世界なのか、えー、里子が結局死んでしまって恨みを晴らす世界なのかわからないんですけど、えー、ま、こっちのルートに入ることもあるんだよっていうところの示唆なんでしょうね。えー、そんな感じのことを思いましたが、でもま、鬼魂編においては、そういうルートにならなかったんでね、えー、多分その、似た世界、似た別の世界が映し出されているのかなっていう、そんな感じでしたね。 はい、えー。今回はね、えー、そんな感じで、わた、たたりだまし編についてね、10話について話をしてきましたが、いかがだったでしょうか、えー、皆さんの、ね、ご意見も教えていただければと、そんな感じのことを思います。 はい。で、まあ、これ以降はですね、まあ、本編以外の話になってきますので、まあ、あの、ある程度は原作的な話もね、していただいたらいいと思いますし、えー、他の部分のね、えー、なんていうか、おすすめ的な話もね、していただいていいかなというふうに思います。で、えー、まあ、時間的にね、まだちょっと余裕があるので、コメント関係についてね、返しておこうかなというふうに思います。 はい。えー、まずコメントいただきましたね。えー、オープニングのバットはサトシのもんやで、って言ってね。よく見たら確かにここにサトシって名前がね、書いてあってね。あ、ほんやなと思って。えー、つまり、この、うん、オープニングに出てくる狂気みたいなものはですね、うん、あの、それぞれのメインキャラに対応した狂気だとするとですね、これは、この狂気は、 あの、佐藤子の狂気やった可能性もね、ゼロではないね。えー、そういうことですね。うん。我々はその1話の、冒頭の圭一の夢で、圭一がバットみたいなものをね、こう、振りかしていたからこそですね、これは圭一の狂気なんだってね、思っていたんですけど、うん。いざ、よく考えてみると、たたりだまし編において圭一が持ち出したのはゴルフクラブでしたね。そして、鬼だまし編に、まあ、おいて持ち出したのもゴルフクラブやったわけですよ。うん。だから、 バットって佐藤子の狂気やったんじゃねってね、そんな感じのことを自分はちょっとね、思いましたね。うん、で、えー、まあ、だとすると、つまり、こう、ケイチの狂気が熊のぬいぐるみ。あ、なるほどってね、何がなるほどやって話したんですがで、それを見るとですね、なんかあの、渡魂編の時に、その、 人形をこう、ミオンにあげてたんですけど、あの人形が、その、熊の人形ぬいぐるみやったとすると、ケイチを喜んでもらっていたかもしれませんよね。えー、そうすると、わたたま編のストーリーだいぶ変わっていたかもしれないなと思うと、えー、なかなかこうね、えー、乱数、えー、って怖いなってね、そんな感じのこと思いますね。はい。 えー、関係ないですけどね。えー、まあまあ、そしてですね、えー、なんかやたらこうコメントで、ね、あそういえば、うちの妹もよく罠張ってたわ、みたいなね。えー、そんな感じのことをね、言う人がいてね、なんか、サトシさんのコメント欄に来たんですかね。えー、そんな感じのことを思いましたが、まあ、う、僕もまあ、妹一応いるんですけど、そんな日常的に罠を張られた覚えはないんですけど、えー、どうなんでしょうね。えー、この時代の妹は罠を張るものっていうね、共通認識があった可能性がね、なくはないんですけど、えー、どうなんでしょうね。妹 関係ないんですけど妹が豆乳を自分の家で作って牛乳パックにこう豆乳をこう詰めていた時に僕はこう暑い日に家に帰って牛乳と思ってこう豆乳を一気飲みしてうおーってなったことはあったんですけどあれ別に罠じゃないですね、うん、あ関係ない話しましたね次行きましょう えっと、そうですね。で、えー、コメントでいただきましたね。リカはもう料理はできますってね。そんな感じのことをね言われて。あ、確かにそうです、そうです。あのー、今回ちゃんとリカちゃん弁当を作っていたしですね。えー、なんか、前回自分はこう、リカはね、料理しないやつみたいなね、そんな感じのことを言ったんですけどね。えー、これはね、訂正させていただきますね。はい。えー、リカ様は、あのー、ちゃんと料理がね、できる人ですね。女子力が高い、えー、家庭的なね、えー、そういう素晴らしい女性だなというふうに思っていますので。 でね。えー、どうかね、命だけはね、勘弁いただければとね、そんな感じのことを思いますね。はい。えー、次ですね。えー、コスモ星丸。えー、レナの作っていた弁当のね、キャラクターがね、えー、まあ言ったらこう、あのー、コスモ星丸っていうところのキャラクターだったよっていうところで、えー、こういうその時代感が、ね、あるのもね、面白いですね。で、そしてこれってやっぱり教えてもらわないとね、わからないことなんでね、えー、ありがとうございました。教えていただいた方ね。 はい。今後もね、助けていただけるとありがたいですね。はい。あと、まあ、前回ドラえもんのね、友情テレカ的な話をしたんですけど、正確には親友テレカって言ってたんですかね。これテレホンカードじゃなくてテレパシーカードの略やでって言ってくれて、確かにね、あの、テレパシーカードっていうのは、の略っていうのは、 公式情報ではそうなってるんですけど、あの時期、その、みんなテレホンカードの略やと思って普通にこうやってた文化があって、実際、親友テレカっていうテレホンカードね、売り出されてましたからね。えー、あと、なんか、劇中だか作中だかでも実際テレホンカードとしてね、使われてた描写があったりしたんですよね。うん、だから、そのね、うん、このあたりは、あの、 やっぱりこう、テレホンカードというね、文化が未来でもあるというね、そういうちょっとね、面白い演出としては、えー、楽しかったなというふうに思いました。えー、関係ない話ですね。えー、あと、まあ、それに付随して、えー、自分が電話ボックスね、えー、最近どうなってるのかな、みたいな話をしたんですよね。で あのー、電話ボックスはその体格差で負けてる相手と戦うときにそこに追い込めばいいよみたいなね、えー、話もね聞いたんですけど、ね、電話ボックスの使い方でね、そういえばその、この間その母にですね、話を聞いたときにですね、うちの母はあのー、すごくその耳があまり良くないというか、僕もあんまり耳が良い,い方じゃないんですけど、ね、外であのー、スマホで電話するときにですね、周りの音がすごいね入ってくるんでね、電話すごい遠いんですよ。聞きにくいみたいですね。 で、実際確かに外で電話するときって、その周りの音が結構入ってくるんで、落ち着いて電話する場所まで移動したりしなあかんくて、えー、そこまでこう使い勝手良くなかったりするなって思ってたんですけどね、えー。母が言うにはですね、電話ボックスの中に入ると、その携帯電話でね、電話するときにですね、外の雑音が入ってこなくてめちゃくちゃ快適ってね、ねそんな感じのことを言っていては、あ、なるほどなーっていう風に自分はね、思いましたね。ね、まさかその電話ボックスを電話するために使うなんてね、 え素晴らしい発想やなと思ったんですけど、まあ電話ボックスってよく考えたらね、そういうために作られた箱なんでね、まあ当たり前っちゃ当たり前でしたね。はい。えー、そんな感じのことを思いました。電話ボックスは携帯でね、外でね、電話するときにね、えー、避難所として使うとね、いいなというふうに思いましたね。はい。えー、どんどん関係ない話をしすぎな気がするんで、ね、やめてこうかなと思いますね。 はい。えー、あと、前回、こう、ウミガメのスープの話したんですけど、えー、ウミネコのスープっていうね、まあ言ったらこう、水平思考ゲームっていうのが、えー、まあ提案されていたんだなっていうところで、えー、これもね、面白いですね。やっぱりこう、日暮らしはコンテンツとして長いからこそ、えー、広く、ね、え、楽しむことができるんだなというふうに思いました。まあアニメが終わった後にね、いろいろとこう、手を伸ばせるものが増えてるのは嬉しいですね。ウミネコの泣く頃にっていう、その、 日暮らしにちょっとだけ関係している作品があって、そっちの派生のコンテンツみたいですね。はい、えー、こういうふうに楽しみが大きいのはいいなというふうに思いつつも、まあ、自分はやっぱりこう一番ね低いハードルとしてですね、<laughs> 動画を出していけたらなというふうに思っています。 はい。えー、あとまあ、コミックスの話をね、前回ちょっとね、触れたんですけど、今、その、ヤングエース、えー、ウェブから行けるヤングエースアップかなまあ、ヤングエースっていう、そういうサイトでですね、えー、今のところ、その、漫画化されてる、えー、日暮らしに関しては、結構最新話の方までね、えー、見れるっていう、ただで全部見れるっていうね、え、タイミングみたいですね。一応自分は、その、ずっと未来に、その、 この動画をね、発見してくれた方が、えー、日暮らしのな頃に10話見た後にね、えー、感想を共有していただければと思ってるんで、えー、本編の話に関してはこういった話はあまりしないんですけど、えー、リアルタイムでね、楽しんでね、ライブ感を持って追ってきてる人的にはですね、ちょうど今日暮らしのアニメがね、やってる時期で、えー、あるのならばですね、えー、他のそのコンテンツとかも結構見やすかったりね、えー、無料でね、しばらく公開されて,したりていたりっていうことがありますのでね、えー、特にヤングエースに関してはね、漫画部分を 全部今無料で見れるそうなんでねちょっとね手を出してみるのはねありかと思いますねまあグッズとしてね手元に持っておきたかったらあの買えばいいと思うんですけどね はい、えー。そんな感じでファンが増えることは自分もね、いいと思いますんでね。そういったあの情報もね、コメントなどでね、あの共有していただけるとですね、えー、みんなで楽しんでいけるかなと、そんな感じのことを思いましたね。はい。えー、なかなかこのヤングエースアップ自分ね、見に行ってみたんで、漫画はまあ、あの、日暮らしの漫画は見てないんですけど、他の漫画とかもね、いろいろね、アップされていてね、面白そうだなと思いましたね。なんか個人的には、あの、ヘテロゲニア・リンギスキコっていう、えー、そういう漫画があるんですけど、これが市場から全部今のところ無料 でね、最新は近くまでに見れるっていうのも結構、ね、衝撃を受けてたんですけど、えー、そんな感じのことを思いました、はいえー、まあまあ,あのこういうのは、ね、いつまで公開されてるかはねわからないんでねわ、えー、からないところではあるんですけどね、はいまあ、ライブ感を持って、ね、楽しんでる方はですねせっかくなんで漫画の方も見に行ってみてはどうでしょうか はい。えー、あとまあ鬼騙し編の14日15日はですね、雨が降っていたよっていうことを教えていただいてですね、えー、よく考えると確かにここ重要やのところやけど、今んところ動画で触れてなかったなっていうふうに思って、つまり、その、わた、わた騙し編においては、14日ってカレー作ってるんですよ、みんな屋外で。 でも、あの、鬼騙し編においては14日雨が降ってるっていうところですね。そして今回のたたり騙し編において、えー、雨が全然降らないよねっていうような話をしていて、14日を超えたんですよ。で、これがまあどういうことかっていうと、つまりこう、天候のちょっとしたね、えー、違いやズレっていうのをが、 かなり大きくずれているっていうところなんですね。だから、6月の中だけで乱数が発生して世界が分岐してるんじゃなくて、もっと前の段階からパラレルワールド自体はね、えー、存在しているっていうね、えー、かなり大きな要因として、だいぶ違う世界として書かれてる可能性は高いなってね、そんな感じのことを思いました。 ただまあ、ひ、まあ、ひなみざは連続開始事件に関しては、えー、やはりちょっと違う、えー、違うというか、ある程度共通認識で見れるかなっていうところが持ってるんで、自分的にはこの境界線は難しいなというふうに思っているんですけど、今のところね、そういったことをね、押さえておく必要があるかなと思いました。これもね、コメントいただいた方ね、ありがとうございました。ね、こういうのがね、本当にね、助かるんですよ。僕、他のところね、見てないんでね。はい。えー、そんなわけでね、だいぶそのね、浅いところとか認識間違ってるところもあると思うんですが、また教えていただければ、ね、ありがとう あ,のありがたいと思いますね。本当にこう皆さんと一緒にね、えー、やらせてもらってるってね、えー、そういう感じですね。はい、えー。それがなかったらもう何もできない状態に、ね、なっていますので、えー、言ったらね、今後もね、一緒に楽しんでいけたらなっていうふうに思いますので、はい、えー。とにかくまあ、なんとかこう、里子をね、救いたいってね、そういうとこですね、えー。まあ、里子をまあ、泣かせるようなことはね、したくないっていうふうに思うんですけど、まあ、 里子はこれまでの話に世界においては死んでしまってるんですよね。まあ、死んでしまったら確かにもう泣くことはできないっていうブラックのね、えー、流れにはなってくるんですけど、なんかこう、みんながやっぱり今回里子をね、救おうと動いているわけやから、里子は救われそうな気がしなくはないんですが、えー、メタ的に見ると、これ、里子をなんとかして救った後に、こう、圭一がが里子に殺されそうなね、えー、そういう感じがね、見えますよね。はい。 ね、こんな感じがあって、ちょっとね、目が離せないところは、目が離せないなと、そんな感じのことを思いました。はい、えー。それではですね、今回はこれぐらいにしておこうかなというふうに思いますね。はい。えー、次回もね、またおそらく動画出させていただこうと思っていますので、えー、ご視聴いただければね、幸いですね。ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。